寺門と紅葉横倉寺は岐阜県伊比郡伊比川町谷組神原にある天台衆寺院。三号は両海山。本尊は薬師如来。西民の33令場第1番札書。重要文化財を含む多数の文化財を有し、美濃の焦燥院とも呼ばれる。紅葉の名所でもあり秋の行楽シーズンには特に多くの参拝客が訪れる。このシーズンに、 横倉寺もみじ祭りが開催されライトアップが行われている。西国三十三所観音霊場の最後の札所である谷組山家文寺の西方、さらに奥まった山間の小さな盆地に位置する。平安時代鎌倉時代の仏像等、多くの文化財を有する古寺であるが、創造や遠隔については、資料が乏しく、平安時代末期頃までの寺氏はほとんど不明と言って、 よい。自伝によれば、横倉寺は、日本天台宗の宗祖、最長が自作の薬師如来を安置して創建した寺とされている。伝承によれば、最長は、比叡山延暦寺を改装する際に、本尊薬師如来像を自ら刻んだが、その薬師如来像を作ったのと同じ霊木から、もう一体の薬師如来像を作った。最長は、 その二体目の薬師如来像を大いに入れて背負いながら、諸国を旅したが、延暦22年、横倉寺のある地まで来た時に、薬師如来像が動かなくなったので、ここに一時を混流して、薬師如来像を祀ることにし、地元の三和二郎大部藤原女元が寺を混流したという。最長自ら、旧を背負って都から遠く離れた、美濃の山奥までやってきたというのは、 史実として信じることはできないが、当時が延暦寺と関係の深い寺院であることを示唆していると言えよう。なお、創建当時の横倉寺は、現在地からさらに 1.5km ほど奥に入った丸山の頂上付近にあり、現在地に移ったのは近世初期である。鎌倉時代には38号を有する大寺院だったというが、鎌倉時代室町時代の寺子も、 断片的にしか分かっていない。横倉寺に言及した中世以前の文献としては、鎌倉時代後期の前奏、無重の著である、仏教説話集、斜積集に、横倉薬師の霊言について記しているのが挙げられる、程度である。横倉寺三重塔を現存する仏像の中で、大日如来像には、平安時代最末期の樹永2年の命があり、同年、三重塔の本尊として、 物師畜前講師により造流されたことが明らかである。また、今後折騎士像には、県庁八年の名があり、作者は、鎌倉時代を代表する物師の一人である、木ご別当帝喜びであることがわかっている。寺氏に関する資料の乏しい中で、これらの仏像の像内名は貴重なものである。元気二年、織田信長の陛下で消失し、現在ある本堂、 三重塔、二王門などの主要佳羅は、江戸時代の復興である。織田信長の比叡山焼き打ちによって、延暦寺の佳羅が灰になった後、横倉寺の本尊や串如来像は、延暦寺本尊と同じ霊木から作られた、最長寺作の像という由緒ある像だということで、延暦寺に移された。その代わりに、落北の五菩薩追から移されたのが、横倉寺の原本尊である。 薬師如来像であるという、多くの文化財を有する寺として知られるとともに、ミイラのある寺として知られている。シャリ堂に安置されるシャリ仏すなわちミイラは、明神帽子という人物の遺体である。明神帽子は、横倉寺の地元の村の出身で、俗名を古野小一郎と言った。天明元年に生まれ、諸国をめぐって仏道修行をし、文化十四年。 断食修行の後、今の山梨県鶴市の御所を退散で、満36歳で入場、即身仏となったという。遺体は何らの加工もなく自然に見入らかしたとされる。また、日本で現存する、即身仏では最も若い年齢で入場したものある。当初は入場した地の山梨県鶴群鹿と目村の商人堂に安置されていたが、明治の廃仏希釈で山から下ろされ、 見せ物として京都の博覧会などに展示されるなどした後、明治7年に山梨県庁が引き取り、その後は県病院で医学資料として保管されていた。明治13年には行行した明治天皇の目にも触れている。明治23年、病神防止の親族から促進物の家父の嘆願があった。山梨県はこれを許可し、促進物は 病心防止の出身地である横倉村の横倉寺に移されたルリデンは、両館共通で、大人500円、小中学生200円、幼児100円。ありがとうございます。